力うどんの力。力うどん。まずこの文字の連なりをじっと見つめてください。それから力うどんと声に出して言ってみてください。どうです？なんだか体の中に力が湧いてきたような気がしませんか？ではもう一度言ってみましょう。ちからうどん。力と声に出していくうちに、どんどん声に力がこもってきて、最後のどんのところではどんと声がひときわ大きくなったのではありませんか？鼻息も発音前よりかなり荒くなっていて、血圧なんかも多分高くなっているはずです。料理の名前だけでこれだけ興奮する食べ物はめったにありません。カツ丼なんかも名前だけでいくらか興奮するものの、力が湧いてくるというところまではいかない。力うどんは名前だけで興奮するのだから、実物を目の前にしたら一体どういうことになるのか、鼻息と血圧はどうなるのかと誰もが思うのだが、残念ながら実物そのものにはそれほどの実力は感じられない。白いうどんの上に白い餅、甚だ淡白な食べ物という印象で、鼻息が荒くなったり血圧がどうこうするような食べ物にはどう見ても見えない。我々は普段力うどんはめったに食べない。昼飯に何を食べようかというような時、力うどんが浮上してくることはまずないのだが、正月を過ごして持ち慣れしたせいか、ふと力うどんを食べる気になって蕎麦屋に行った。注文を取りに来た白ずきんのおばちゃんに普通の声で力うどんと言ったのだが、その時店の中にいた客4名の端が一瞬止まったような気がした。やはり力うどんは得意な注文なのだろうか。そこで4名の歯の原因を考えてみた。キツネ、タヌキ、天ぷらうどんの注文に対しては誰も何の思いも抱かない。力うどんを注文した僕に対して4名の客は何かある人だなという印象を持ったのだ。その何かとは何かというと、ここで力をつけなければならない事情のある人、あるいはここ一番自分を奮起させなければならない事情のある人ということになる。少し緊張し身を固くして待っていると、やがて力うどんが到着した。少し焦げ目のついた餅が2枚うどんの上に乗っていて、なるとほうれん草、天かすという構成。そういえば注文してからずいぶん時間がかかるなと思っていたのだが、餅を焼く時間が必要だったのだ。かねがね立ち食いそば屋には力うどんがないのが不思議だったのだが、そうか、焼く時間が取れないのか。改めて力うどんを見る。主食の上に主食、主食と主食の同居。きつねうどんの場合は油揚げがうどんのおかずだが、この食事にはおかずがない。この食事は果たしてうまくいくのだろうか。きつねうどんの場合と力うどんの場合を比較して考えてみよう。きつねうどんの場合はまずうどんを一口二口すすってから、甘辛い味の油揚げを少しかじるという段取りになる。主役はうどんだから、うどんの方には真剣に取り組む。かかりきりになって味わう。ゆで加減はどうか、コシはどうか、噛み心地はどうか。油揚げの方にはそれほど真剣に取り組まない。割にいい加減な気持ちで味わう。心は常にうどんの方にあり、油揚げにかかりきりになって味わうということはない。力うどんの場合はどうか。まずうどんを一口か二口すすって餅に取りかかる。
何しろ餅であるからいい加減な気持ちで取り組むわけにはいかない。当然真剣に取り組む。当然かかりきりになる。おかずがないではないかということになるのだが大丈夫。つゆです。つゆがおかず。おかずはつゆだけで十分。もっちり対こしという食感がまるで違うので、それぞれに新しい気持ちで取り組めるところもまた食べていて飽きない理由となる。うどんともちとどっちが偉いのか。やっぱり世間の評価はもちの方に傾くでしょうね。力うどんは本来の名前はもちうどんである。だがもちうどんではもちの優位があからさますぎる。そこでもちを力と言い換えてもちの存在感を弱めたのだと考えられる。つまるところもちの方が偉いという結論になるのだが、よく考えてみると力うどんの丼自体はうどんのものである。つまり大家さんはうどんなのだ。もちは偉いかもしれないが、ここではもちはいわゆるうどんの家に曲がりする曲がり人の立場、うどんの尻に敷かれる立場ということになって、最終的な結論はうどんの方が偉いということになる。これをどんでん返しという。